コロナ禍でもかなりそのコロナ禍明けて、人前で演奏したのが半年ぶりぐらいで弾いたんですけど、それでもかなりもう手震えてましたから、自分の頭の中ではいつもの感覚なんですよ。だからその平常心ではいる、もう緊張はしてるけど、でも手がブルブル震えることってなかったんですけど、でもその日はその舞台に立っていざ座った時にもうずらっとやっぱ並んでらっしゃるので、その時なんか手を見たら震えてる、これぐらい震えてて、そうなんですか。わ、すごい震えてると思って、なんか自分自身面白かったです2020年の9月ですね。あの日は多分忘れないと思いますけど体の中に入ってくるような曲と、なかなかその入ったつもりで入っていない曲とか、作曲家は特にそうですけど、バッハと武満徹さんは、すんごいたくさん弾いてもなかなか体に入ってこなかったりする時があって、自分の場合は、でもそのやっぱり曲が素晴らしいので、何時間弾いてても楽しいんですけど、多分ね、その楽しすぎてやるべきことを、その覚えるべきことを覚えてなかったりするのかなという気もしますけどね。なんかその本来やらなければいけない作業っていうのは、やっぱり一つ一つの、音を拾っていくこともそうなんですけど、どういう作りになっているかっていうのをやっぱりまず最初に見ていかなければいけなくて、でもそれがこう音を出している瞬間瞬間が楽しいと、ついそれを忘れがちになってしまうから、あ、こんな美しい音があったんだとか、そういうそっちの方にちょっと気を取られてしまうといけないんだなと。もう武満徹さんももう和音がすごい、すごい綺麗。どうだっけ？なんか不思議なこの。コードネームで表せないような、きっと何とかして表せるんだと思いますけど、でもなんか不思議な和音が出てきたりね、すると、もう本当ちょっとゾクッとしたりする瞬間もあるので、なんかそういう時は、ちょっと練習してるはずなんだけど、同時に遊んでいる感覚が芽生えちゃって、ちょっと良くないですね。はい、これはもう武満徹さんが、クラシックギターってその当時やっぱりすごくマイナーと言われていて、今でこそいろんな方に知られてはいますけど、当時はやっぱその一人で引きこもってこそこそ練習していて楽しいみたいな、実際その狭い部屋だったりサロンで弾いた方がクラシックギターって良さが伝わるんですけれど、でもその当時っていうのは本当にもう一人でこうなんかこうすごく自分のために楽しむみたいな楽器だったみたいでっていう印象があったみたいで、武満徹さんには。だからそういうギターをもっと外の世界に出したいと。で、多分演奏家自身に対しても、もっともっとその外の曲を知って、もっといろんな人に聴いてもらいなさいみたいな多分意識があったのではないかなと思うんですけど、だからそのいろんな世界の中にある、素晴らしい名曲もそのサマータイムもそうですし、早春譜だったり、イエスタデイも入ってますし、そのビートルズナンバーも何曲か入っていて、でそういうものを、編曲することで、でそれを、すごく全部難しく書かれてあるんですけど、もう武満徹さんの編曲なので、なんですけれども、その一曲一曲がすごく、凝っていて、その和音の構成もそうですし、そのでも原曲の良さを損なわないようにすごく綺麗に丁寧に書かれてあるので、だからそれはギタリストとしてやっていってほしい曲でもあり、自分自身も、もう録音はしましたけれども、これからも弾き続けていきたい名曲だなと思ってます。割と序盤の方なんですけれども、その自宅にいて練習をしている時なんですけど、そのすごく集中しているとすごい聴覚がすごい発達するというか覚醒するというか、
いう瞬間があって、で自分自身その猫を飼っていて、寝てる時にあの歩く音、あの猫の歩く音で目が覚めたりするんですだからあの眠る用のイヤホンして寝てるんですけど、それがないとなんか今眠れなくて、耳栓みたいなイヤホンなんですけど、それをしながら寝てます。そうそう、でそういう時にその描写の中でこう唾を飲み込む音がすごく鮮明に聞こえるようなあの場所が、画面があって、でこう静かにこう何か物を思いにふけてる瞬間なんですけれども、牧野さんがね、その時にその外の音がこう完全に遮断されて、シーンっていう音が聞こえる時、あの漫画の中でもシーンって書いてる時あるじゃないですか。あの音が聞こえる時ってもう本当になんか自分の聴覚がどん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 何かを聞かなきゃ、何かを捉えなきゃっていう状態になっているので、そういう時ってあるなっていうのをすごくその、あの本を見ながら、読みながら感じました。あ、これあるあるみたいな。最初デビュー当時の何年かはその携帯の音だったり、そのちょっとこういう髪が擦れる音だったり、例えばチャックを、バッグのチャックをジジジって開ける瞬間の音とかありますよね。なんかそういうのがすごい気になってた時期もあったんですけど、もうそれいちいち気にしてると、本当もう身が持たないので、それは徐々に慣れていきました。あとはそのコンセルバタール、パリのコンセルバタールに通ってた時に、その学校から、与えられる仕事というかがあるんですね。でそれが外で演奏するとか、あの例えば、庭園があってすごい豪華なところだったんですけど、パリの郊外のところで、それを、人が来るかもしれないので来た時に15分間だけ演奏するのを1日やるとかね、修行みたいな感じ、ね、あ、そうです、修行みたいなのを与えられたんです。あの与えてくださってて、でもちろんそれバイトなんで報酬もいただけるんですけれど、そういうとこだったり、あとは、介護施設、老人ホームに行って、おじいちゃんおばあちゃんたちの前で弾くんですけど、その時はそのフランス人のフルートの方と、の演奏会をしたんですけど、そしたらね、そのやっぱもう分からなくなってる方もいらっしゃるんですね。うん、そうするとそのフルート吹いてる女の子が自分の娘だと勘違いされて、もう演奏中にこう、ああ娘やみたいな感じでこうほっぺた触ってきたりしてるのを見て、大丈夫かな、吹けるかなみたいなもう吹いてる最中ってね、必死、あの大変じゃないですか。だからもうすごい大変な感じになってましたけど、でもそういう時とか、あとはデヤシュベイっていう、いわゆるホームセンターがあったりして、でそこで、そこの通路で弾くっていう仕事もあった。だからもう完全アウェーですよね。あの絶対その音楽を聴きに来ている客じゃない人たちがその通路、もう本当にこう廊下ですから、廊下の片隅でやるんだけど、そういうとこで弾くっていうのをこう経験させていただいて、あ、なんかそれの中でも1人2人ぐらいは聴いてくれたりするんですよね。だからその人のために弾けばいいんだなっていうのを思ったりして、だからその周りで鳴っている、例えばもう携帯だったり、もういろんな音鳴ってますけど、まあ、庭園で弾いた時はすごく気持ちよかったですけどね。鳥の声とか聞こえて、で音が自然の中にこう溶け込んでいく感じっていうのを感じたの で郊外だすなので、なんていうか自然じゃない音がないというか、車の音でブーンとかもないし、地下鉄も通ってないし、あ、そんなに自然なんですか。もう本当にあのもう奥地ですね。はい、田舎の方に行って演奏させていただいたりしました。それがすごくいい経験になったなと思いますし、あとはそのコロナ禍になって、2020年コロナ禍になって、リモートコンサートっていうのが増えて、でその時に今あのレンズがこっちを向いてるわけですよね。で他に人がいなくて、レンズだけがこちらを向いていて、そのレンズに向かって弾いているっていう感覚っていうのはすごくやっぱり辛くて、でその時期を経て、
いざその人がこう目の前に、現れてその人の前で弾くっていう時に、あ、なんか生きてるっていう感覚がしたんですね。あ、やっぱりこの聴いてくださってる方と自分とのその会場でのコミュニケーションなので、それをこうより強く感じたというか、その2020年の、その9月から人前で弾けるようになったんですけれども、半年を経てね、半年弾けなかったんですけれども、でそれでその時にその人が聴いているっていう喜びと、その時に何か自然にこう音が鳴ってしまうとか、ガサガサしてしまうとか、そういう音がなぜか愛おしく感じれるようになっていや、まあ、本当はマナーとしては咳とか、まあ、曲感とかしない方が集中、聴いてる人もね集中できるわけなんですけれども、でも何かその物音がすることがこう一緒にその場所を共有できてるなっていう喜びにもういつの間にか変わっていて、だからもうどんどん音出してほしいみたいな思っちゃってまあでも本番当日はね静かに聴いていただけると、本当にギターの音ってこうすごく切なんだっけ、なんていうかこう消え入るような音が出てきたりするので、だからデリケートではあるんですけれども、まあ、でもあまりそのこう息を詰まらせるぐらいならないでもいいかなと思います。もう普通にこう出てくる音っていうのはしょうがないので、だからもう咳が出てもくしゃみが出てもそれはなんていうか生理現象ですし、もうそれしょうがないなと思って最近は、その例えば中南米でキューバだったりコロンビアだったり、あと、ところだったかな、キューバ、コロンビア、パラグアイか、あの辺に行った時は、その皆さんこう自分がこう舞台に上がってきた瞬間が、もうすごい盛り上がってるというか、出てきた、日本から来たらしいみたいなのがすごくて、その瞬間はびっくりするぐらい音量がなんかわーってなってます。全然違う知らない場所なのにこうやって迎えてくださって嬉しいなっていう気持ちがあるので、それは本当にいい経験だったなと思います。あとキューバのフェスティバルがあって、ちょっとでもなんか面白くない演奏してる人がいると、続々と人は出てくるんですねそれぐらい耳が超えているみたいで、でもう無駄な時間を過ごしたくないみたいなね、そういうお国柄なんだなっていう。なるべくねそのちょっとした変化で一喜一憂してると、やっぱさっきも言ったような感じでその身が持たなくなっちゃうんで、なんかいろんなことが起きるであろうとっていうのはもう覚悟して、舞台に臨んだ方がいいなと思ってます。もちろんそういう経験があります。今年で、2000年デビューしたので23年目になるんですけれども、やっぱその23年やってると、例えば会場がいきなり雷が近くに落ちて停電するとか、あと地震がその弾いてる間に起きてこう揺れてながらやるとか、あとは弦が切れるとか指がつって動かなくなるとか、もちろんアンプが飛ぶっていうこともその牧野さんが経験したようなこともありましたし、でもその時の牧野さんのその心情というか、それは映画もそうだったんですけど、このパニクり方すごく時間的には何秒もう1秒2秒3秒もないぐらいの時間なんですけど、あーっていう瞬間がすごく長く感じるっていうのは、あれはもうその通りだなと思いました。その時に、舞台で弾いてたその大聖堂っていう曲をいますけれども、この曲の三楽章になると毎回その自分の記憶じゃないはずの牧野さんの記憶がフラッシュバックしてきてあ、この三楽章怖いなと思いながらいつも弾いてます生音でってなると、その音がなくなって次の音が出る瞬間の、間合いだったり、そういうところをはチェンバロに似てるのかなって。チェンバロもその音を出すタイミングを変えることでニュアンスを加えたりするので、だからその音が入る瞬間とその時の音色と音が
なくなっていく、減衰していって、どういうタイミングで終わるかみたいな、そういうところのにはすごく神経を注いでます。例えばすごく響くホールだったら、その間合いがすごくちょっと長めになってもよかったりとか、あとそのお客さんマンのその集中度合いによって、すごく集中されている場合はすごく時間を使ってバッと入っていったりしても、それがあのなんていうか 音楽が途切れずに次につながったりとかするので、 そこはもうやり取りかなと思ってます。反省は毎回です。コンサート全部2時間通しての 100% 満足っていうのはもしかして一生得られないのかなっていう気はしてます。なんかそれはもう自分自身もそうですし、その環境もそうですし、全部を含めて、完璧な瞬間ってなかなかないと思うんですよね。もう全てが整っている瞬間っていうのは、でもその曲を弾いてる中で、あ、ここ今までになかった表現ができたとか、なんか今までにない美しい音が出たとか、そういう瞬間ってやっぱり時々こう出てくるので、それができたらあの今日は合格してもらえるかなって自分の中のね、80点いったら自分の中ではかなりいい方で、普段60から70ぐらい、70点ぐらい、まあ自分最終的な自己採点なんですけど、そこがやっぱでも60点以上いかないと、あのこれは聞かせられないなとかね。でも練習するときは120点ぐらいまでやっとくんですよ。その時のベストですね。そのそうなんです。でも CD って面白いもので、アルバムっていうじゃないですか、それってそのアルバムを作った後で聞いてみると、あ、前の自分はこうだったなっていう、やっぱり客観的になってしまうので、今だったらこうは弾かないなっていうふうに、もう次の日からそうなっちゃうので、だからもう録音してその編集終わってするまではすっごく効くんですけど、いざリリースされたとなるともうほとんど効かないです。あ、そうですか。だからその例えば20年経ってデビューアルバムを久しぶりに聴くってことはありますけど、ああ可愛い演奏するなとかね。まあ逆にその時例えばもうすごく指の運動能力も高くて、あ、こんな早く弾けたんだとか、そんな早く聞く必要ないのにとかね、思う時もありますけど。あ、ありますあります。なんか、その20年前は割とこうでなければいけないっていう気持ちがすごい強かったんですけど、でもそれ以降もう室内楽の共演もたくさんさせていただいて、まあ、チェロだったり、あとはもうフルーティストだったり、いろんな素晴らしい演奏家の方とご一緒させていただく中で、やっぱ表現ってその必ずしも絶対一つでは全然なくて、もう例えば10ぐらいテンポ落として、演奏するのであればこういう表現があるとか、もういくらでもいかようでも音楽って作っていけるんだよと、その表現がそれぞれがそれぞれでいいようにちゃんと、もう答えが一つじゃなくて数学の 1+1 が2ではないんだなっていうのをすごくその共演者がこう増えていくに従ってそれを感じるようになりました。だからフォルテって一つ書いてたとしても、そのどういうフォルテなのか、ただただ強いフォルテなのか、さっきのピアソラのように表に出さないんだけど、こう芯のあるフォルテで、そのただ大きい感じの聞こえ方ではなくて、少し質量のあるフォルテなのか、うるさい方のフォルテなのか、なんかいろいろあると思うんですね。なんかそれがその曲だったり作曲家だったり、その日のコンディションだったりによってそれを変えていけるのが面白い。だからクラシック音楽って同じ曲をいろんな人が弾いても面白く感じれるんだな